ついにマリオ RPG の初週の売り上げが出ました。皆さんすでに画面に出ているかと思いますが、いかがでしょうか。そして1位に関しては、任天堂スイッチ向け桃太郎電鉄ワールド最新作、こちらがなんと首位でございます。で、僅差でスーパーマリオ RPG は2位になっておりまして、約30万本売れていると。なので、まあその差は約1万本となっておりますが、いやーすーごい僅差だな。ただまあ1位ではなかったんだって感じなんですが、このような順位となっております。ちなみに3位に関してはスーパーマリオブラザーズワンダー、こちらがなんと累計で100万本早くも突破しまして、すでに3位でも5万本売れていると。そのような状況となっていると、いやすごいね、累計100万本突破早くない？で、4位がホグワーツレガシー任天堂スイッチ版、こちらもね、なんと約5万本売れていると。で、ペルソナ5タクティカが、ちょっと苦戦していて、まあ、これもね、実はマリオ RPG と同じ日に出まして、約3万本売れてます。これどうなんすかね。まあ売れてるのか売れてないのかって言われると難しいけど、ただもうちょっと売れてもよかったんじゃないっていうか、まあ任天堂スイッチ版のホグワーツ結構売れてんな。これちょっとびっくりしたけどさ、だってすでにプレステ5とかスチーム版で結構売れていたわけだから、でそれプラス任天堂スイッチ、しかもかなり期間が空いてから出てるわけだから、まあそれを考えると結構前線してんのか。まあ最終的には任天堂スイッチ版も10万本超えそうな感じがするし、いや普通にすごいね。でまあ7位が、これもね、今月出たばっかりか、PS4 版の龍が如く7、はい。で8位が超踊るメイドインワリオ、これ結構売れてるよね、すごくない？全然売れてなかったわ。あれ、こんな売れてないもんなん？約5万本になってるわ。なんか、メイドインワリオってさ、割とシリーズもので売れてるイメージだったけど、あんまり売れてないのか。で、9位が、ナルトか。これも、つい5段で出たばっかりだけど、うわ、1万本割ってんのか。ちょっとこれ厳しいな。で、PS5 の龍が如く7。はい。こちらがね、出ていると。で、まあ、合計すると15万ぐらい売れてるんですね。まあ、そんなところで、結構ですね、最近出たゲームばっかりがランクインしておりますが、皆さん、感想はいかがでしょうか？ぜひ、コメント欄でコメントいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。まあ、そんな感じですね。いやー、けど、すごいね。桃太郎電鉄、すごいな。1位か。いや、俺ね、正直、スーパーマリオ RPG がなんだかんだ言ってね、まあ、マリオだからさ、まあ、1位になるんじゃないかな。まあ、桃太郎電鉄も悪くないけど、さすがにマリオには負けるだろうと思ってたけど、まさかの桃鉄が1位なんだ。はぁ、すごいね。いやぁ、ちょっとこれびっくりでしたね。まあ個人的な予想としては、まあ結局マリオがね、1位になって2位が桃鉄って思ってたんで。でまあ3位がね、まあ、さすがにペルソナ5入ってくるかと思っていたんですが、ちょっといろいろ予想が外れてました。はい。ただまあ言うてもどちらもね、30万本を超えているので、まあかなり売れているのかなといったところが率直な感想でございます。いやー、すごいね。ただペルソナが思ってるより苦戦していて、で逆にホグワーツが割とね前線していて、まあなかなかねすごいランキングだったなと思いました。皆さん、スーパーマリオ RPG はやっておりますか？感想はどうでしょうか？ぜひねコメント欄でそういったところも含めて、共有いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。ただまあマリオ RPG か、面白かったけどなんだかんだでねえ、どうなんだろうな。ただ100万本パッケージのみで難しいかもしんないね、あれを見てると。
ただあれですね、ファイナルファンタジー16の方が初週売り上げで上だったのか。そう考えたら、あ、けどやっぱ FF16 でそう思うと結構すごかったんだね。まあいいや、はい、まあそういったところで直近の任天堂タイトルだと、まあそれこそピクミン4とかゼルダの伝説ティアキンとか、そこら辺に次ぐ、初週の売り上げとなっているかと思いますので、まあまあまあワンダーとかの方はね、もちろんすごいっちゃすごいけど、まあマリオ RPG もねそこそこ、すごかったんじゃないかなっていったところが率直な感想でございます。まあそんなところでもう一つ記事を紹介していきましょう。スーパーマリオ RPG 原作でもスパジャンのタイミングずれてたといったところで、これもね一部話題となっています。でまあ、原作というかね、ファミコン自体はちょっとそのラグがね、オフラインのゲームだけどあったんですよ結構。なので、任天堂スイッチ版でもそれがあるのかどうか、ずれていたのかっていったところもですね、今回まあ争点というか、まあ原作でもスパジャのタイミングずれてたって、まあ当たる、あん、ちょっと待てよ、ずれてんのかな。まあいいや、スパジャンのタイミングずれるのは原作でもそうだったろう、その仕様が今作もあるならマクロは組めないというか、そんな努力するぐらいなら、普通に練習しろと書かれている通り、やっぱりこれずれるよね。ファミコンってなんかオフラインのゲームなんですが結構ずれるんですよね、ラグがあるというか。なんでまあ特に違和感はなかったんですが、やっぱりずれていたんだっていったところがここで再確認取れました。で今回の任天堂スイッチ版もね、ずれていることがね、指摘されておりまして、そこがまあ改善されていないといったところで、なのでまあマクロでね組んで、スパジャンをね成功させるっていったところは、できないことがね現時点では指摘されております。いやーけどどうなんだろうね、手動で100回やるのって結構厳しいよね。皆さんスパジャン100回は成功しましたか？これ成功しないとね、いわゆるその最強装備なるものがねゲットすることできないので、いや非常にね、鬼畜なんですが、でこの100回っていうのもね判定が結構厳しくて、なんだろう、まあ、相当ねやり込まないと多分100回って難しいんですよね。まあ自力で頑張って、まあ50回60回は割といくけど、ただ100回3桁超えはね相当な努力と相当な運とで相当な、ね、実力全てが兼ね備えてないと多分難しいと思うんですよね。なんでまあマクロ組んだりとかバグとかなんかいろいろねやればいけんじゃねえかみたいな説が出ておりますが、まあ足元そこはね難しいんじゃないかなと思っています。いやーけどスパジャンのね難しいところとしましては、なんか若干ねラグがあるというかずれてるんですよねタイミングが。それもねちょっと厳しいところがありますよね。まあ若干ずれるのは仕方ないところはあるけどね。ただこれってゲーミングモニターとかでやればさ、ラグってどうなんだろうね、ちょっとそこのところはわからないけど、なんかゲーミングモニターとかであればもしかすると緩和されるかもしれないけど、ただまあよく言われてることでありますけど、まあどうしてもラグはあるので、まあ、テレビとかそういった画面でやってる方はどうしても出るんじゃないかな、ラグ。はい、まあ、そういったところで今日の動画一旦終わりましょうか。お疲れ様でした。